その意味を知るためにさ。いや、そういう哲学的な答えを期待しているわけじゃないと思う。言わないとわからない？ここがあなたの居場所なのよ。嬉しい。もう離さないで。素敵な朝やね。あ、綾乃も読んでくれたの？別に同人誌とか特に興味もないし。本当に興味ないの？優しく教えて。うん、ここでこぼしたら本が汚れてまう。ちょっと千歳をトイレに連れてくね。綾乃は本当に見てこなくていいの？こんな格好で出歩くなんて恥ずかしいのよ。そう？すっげえ可愛いのにな。イベントの件。綾乃ちゃんは年のさんとカップルになれなかったからへこんでんねやろな。いや、あなたいつも京子のそばにいるから京子の残り香がするわ。綾乃、もっと嗅がせて。いいよ。意外にありやな。いけるって。そこごまかしてどうすんのよ。